ケナ精霊の橋。今回はラスボスの腐敗したロットの神の倒し方、順を追って解説してみようと思います。よくわからずに倒せなかった人向けの内容となります。まず狙うべき場所があります。頭や両手両足などにある赤く光った細胞のような場所を弓や爆弾で狙います。3箇所以上破壊しましょう。これで3箇所目となり、次のフェーズへ進みました。ステージが変わり、タコ戦が始まります。さらに奥へ進むと中ボス戦となります。これも倒してしまいましょう。倒して呪われた部分に近づくと奪われたロットたちが出てきます。破壊すればロットたちを取り返すことができました。そして呪われた部分を解放します。奥へ進みます。ボス戦に戻りますので、同じように3箇所以上光った細胞を狙います。2箇所目、3箇所目を攻撃すればさらに次のフェーズへ進みます。今度はパルクールステージです。落ち着いて進んでいきましょう。グラップリングも使用します。スティック押し込みは厳禁です。ハンマードロップで何回も落下しましたので注意です。ここは3連続クラップリングなので慎重に。これで奥へ進めます。さらにロットたちを取り戻しました。これが最終形態となります。背中に刺さった黄金の矢が弱点となります。雑魚がいっぱい湧くので倒していきましょう。ある程度倒しているとロット攻撃が使えるようになります。こうして黄金の矢を破壊していきます。同じように雑魚戦を繰り返し、チャンスが来るまで待ちます。2本目も破壊できました。そして3本目を破壊すれば討伐できました。最後に心臓部のコアをロットで破壊すれば終わりです。以上がラスボスを倒す手順の解説でした。初見で結構分かりづらいところだと思いましたので動画にしてみました。行き詰まった方への少しでも参考になれば幸いです。ケナ精霊の橋。
海外の情報ですが、追加ストーリーも開発中との噂もあります。公式に発表される日を期待したいところですね。ファンタジーな世界観に歯応えのある戦闘やパズル要素、今年最高に癒されたゲームの一本となりました。エンディングはぜひご自身の目で確かめてみてくださいね。マカロニでした。